第106回全国高校野球選手権東東京大会1回戦、墨田高架10-0大山、2024年7月8日、JP アセットスタジアム江戸川。墨田高架が11安打10得点と打線爆発で大山に5回コールド勝ちした。2番、遊撃で出場した佐藤輝、光は1安打1得点で対象に貢献。1メートル72、53キロ。 右投げ左打ちの2年生は、コールドで勝つことを目標にしていたのでよかった。安ダは、カーブが良い投手だったので、ストレートを狙っていました、と振り返った。名前の佐藤輝は、阪神の長距離砲、佐藤輝明内野手のスコアボードの表示、佐藤輝と一緒。光と輝明で読みは異なるが、佐藤はプロ野球を見て表示されるときに、光田ダブルコート。 って思いますと笑うこの日の相手はスタメンの5番に平田、6番に岡田が並ぶ大山高校。JP アセットスタジアム江戸川が半身色に染まった。一発が魅力の本家とは異なり、佐藤は足が強み。巨人の守備がうまい吉川選手が好き、という。墨田効果のショートストップは初戦負けが多かったので嬉しい。これからもいっぱい勝ちたい。 と決意を新たたにした下向き黒三角墨田効果森本良監督は夏の初戦はどのチームも難しい中一人が一人が目の前の試合に集中できた結果だと思います次まで1週間期間があるので1試合戦い切れる状態に仕上げたいと思います